おもちゃの国アリスへようこそ。店主のレイと申します。はい、シャープ1764です。はい、今回紹介するのはですね、前回組み立ての方を行いました。こちら、セイントクロスマイス EX のアリエスシオンサープリス&全強行セット。こちらの中から全強行ですね。こちらの方の組み立ての方を紹介していきました。はい。で、今回紹介するやつはですね、これよりもかなり昔にですね、一般販売ではなく、キャンペーンによって、まあ一応ね、購入することができたアイテムだったと思うやつですね。それをちょっと今回紹介したいと思います。で、ちょっとこいつをずらしましてと。はい。で、今回紹介するやつはこちらです。じゃんと。はい。こちらですね。セイントクロスマイス強行シオン。こちらの方を紹介したいと思います。はい。で、こちらはですね、いつもの魂ウェブ商店のような感じの受注生産品みたいなね、ここのところになんたらかんたらですよって書いてるわけではなく、ここのみに書いてあるという感じになってますね。はい。で、横を見ていくと、まあ、こんな感じ。裏がこうです。反対はこうです。で、あと、上と下という風になっておりますので、こちら買ったからといって、このものに伝票を貼られて送られるっていう、そういうわけではなさそうですね。それなのか、私はこちらですね、中古ショップで未開封で買ってるはずなんですけど、これを売った人がもしかしたら2つ買ったとか3つ買ったことによって大きい箱に入ってたから伝票が貼られてないだけかもしれないですね。一応こちら本ケースは輸送用の保護梱包材ってなってますんで、もしかしたらやっぱりこれに伝票貼られてたのかもしれないですね。はい。一応こんな感じの箱になっております。で、中身はここでしかわからんって感じですね。はい。ということで早速ですね、こちら、ここから開けていきたいと思います。では、レッツ、オープン。はい、輸送箱から出したのがこの状態となります。セイントクロスマイスの強行シオン、セイントクロスマイス強行シオン購入キャンペーン特別限定品というふうになっておりますので、やはりですね、合ってたみたいですね。応募用紙に所定のものを貼り付けて送ると購入することができたというものみたいですね。はい、一応こんな感じの箱になってます。一応こちら両方とも同じ強行シオンと、まあ、こちら強行シオン、こちら全強行という名称ですけど、基本は一緒だと思います。まあ、マスクがどうのとかね、首元がどうのっていうのは一緒だと思いますけど、着ているローブっていうかね、これが色違いますけど、これは後で見ていけば詳細はわかるんじゃないかなと思います。一応こちらが正面、側面がこんな感じ、裏がこうですよと。はい。で、こちらですね、まあ、ローブ。で、さらにこちらですね。別商品のアリエスムーンのやつを着せることができるんで、まあそれをね、まあ着せるというか頭部を交換することで、この状態を再現することができるというふうになってますね。まあこちらに関しましては、アリエスムーンちょっとね、手放してしまってるんで、もう再現できませんけど、まあこんな感じのアイテムですよと。で、顔に関しましては、こちらの黒いやつだけではなく、髪の毛パーツもついてきてるんで、まあちゃんとね、仕様にすることもできると。で、この状態だけ見ると、この黒いローブしかないみたいですね。はい。一応こんな感じの中身です。横がこうなってて、上と、下です。はい。で、こちらですね。今の感じだと、これのね、シオンだけ入ってて、まあ、かなり軽いんだろうと思うんですけど、とてつもなく重たいです。というのも、こちらのね、今使用している台座以外に、いっぱい台座がついてきてるんじゃないかなということで、確かものすごく重たいはずですね。はい。ということで、早速中身見ていきましょう。では、レッツ、オープン。はい。箱から出したのがこの状態となります。シオン本体と、マスクパーツと首元のパーツ。あと髪の毛パーツですね。で、これとこれを組み合わせると、まあ、シオンの、こちらのね、マスク外した状態ですよ。まあ、これが謎男フェイスというかね、この状態とこの状態のやつを組み合わせると、先ほどのパッケージの状態にできると。で、ここのパーツですね。この髪の毛パーツ何かというと、これを組み付けて、頭部パーツをアリエスムーンのボディの方に移植してあげると、マスクをつけた状態にできるっていうね、それ専用の前髪パーツとなっております。で、今、右手でずっと支えてますけど、これなぜかというと、裏側のところにこんな感じで台座が収まってるわけですね。こちらの白い台座、全部で12個あるんだったっけかな。はい。1,2,3,4,5,6。6の6で12ですね。で、12本の支柱と12本のクリップパーツということになってますんで、これに関しましては別売りのゴールドセイント12にですね。まあ、それに使うことができる台座になっております。それ以外に、まあ、所詮台座なんでね、これを他のブロンズセイントとか、そちらに使用することもできますんで、まあ一応サンプルとして一つだけちょっと紹介したいと思いますんで、まずこちらから一つ、まあ支柱とクリップパーツも用意したいと思います。それプラス、これですね、シオンの方も出したいと思いますんで、段取りの方ですね、ささっとやってしまいたいと思います。はい、パーツ一式準備できました。こちらが方位ですね。で、髪の毛パーツとマスクと首元のパーツ、謎男フェイス、そして首飾りとマントですね。で、こちらがマスク用の前髪パーツ。
ただこちらに対してつけるのではなく、これはアリエスのクロスですね。そちらの時に使うようなパーツとなっております。で、あと台座のパーツですね。台座と支柱とクリップパーツ、一応全部で12個ついているうちの1つだけ出してあります。はい。そして真ん中のところにシオンを置いてありますよと。で、それ以外に説明書ですね。こちらが説明書になります。セイントクロスマイス強行シオン、こういう風に書いてあります。で、こちらペラッとめくると、まあ、こんな感じですよと。で、これを見ていただくとなんとなくわかると思いますけど、着せ方ですね。頭部パーツ外して包囲を着せていきますよと。で、その時に金色のね、メッキ状のパーツつけたりとか、首飾り、まあ、こちらはロザリオって書いてますね。これをつけますよと。で、マスクパーツはこちらの黒いバージョンか、シオンの顔パーツ、こういう風に組むこともできますし、多分頭部の形状はね、一緒だと思いますんで、シオンの顔でありつつもマスクにすることもできるんじゃないかなと思うんで、それもちょっと試してみたいと思います。はい。で、あとディスプレイスタンドの使い方ですね。台座と支柱とクリップを組み合わせて乗っけますよ。で、これは発売中のブロンズと黄金をセットすることができるって書いてますけど、それ以外のね、色合いはちょっと合わないですけど、ポセイドン編のね、やつらとかサープリスのやつらとかね、一応それもつけることができると。で、釈迦の時はこうですよとかね、ムーはこうですよとか、アルデバランはこうですよとかね。で、マント、ここに置いてあるやつですね。それに関しましてはアイオロスですね。これ用のマントになってますんで、これの後ろにつける、そういうようなパーツではありません。はい。で、あとアリエスムーとの頭部の交換ですね。まあ、ボディーパーツはアリエスムーのやつを使って、シオンの頭部を使って、マスク用の前髪パーツですね、これを使って被せますよと。それ以外にこちらの髪の毛パーツと後ろ髪を組み合わせることもできるという風になっております。はい。まあ、一応こんな感じの説明書ですね。はい。で、台座に関しましては、こちら前面部分に四角がへこみがありますので、そこのところにこちらですね、ディスプレイ用のステッカーですね、こういうのがあります。アリエス、タウラス、ジェミニ、キャンサー、レオ、バルゴ、ライブラ、スコーピオン、サジタリアス、カプリコーン、アクリアス、ピスケス、そして強行と。で、ペガサス、ドラゴン、キグナス、アンドロメダ、フェニックス、こんな感じであります。で、後々単品発売されたやつもありまして、そちらには先ほどのこれ以外にも、その時発売してたやつとかね、今後出るやつみたいなやつがもうちょっとネームプレートとしてあったような記憶があります。はい。ということで、早速ですね、こちらやっていきたいと思いますけど、マントに関しましてはこれはね、アイオロス用になってますんで、まあ、これは使いませんので、こちらの軸部分を外した羽のところにブスッとつけることによってマントを再現することができる、こういうパーツがあります。ただこちらはですね、先ほどから言ってる通り一般販売ではありませんので、これを知らなかった人は全員マントの状態にできなかったという形ですね。はい。それとマスクパーツっていうか、この前髪ですね、これに関しましても、アリエスのクロスをつけるときにしか使わないっぽいので、まあ、ちょっとこのまま置いとこうかなと思いますけど、ちょっと仮に試してみましょうかね。前髪パーツをここに、まあ、つけますよと。で、あとこの状態でマスクをつけると。それの代わりにこちらですね、今回付属しているマスクパーツをつけることも無理やりやればできるかなって感じですね。ただこっち割れてしまう可能性があるんで、つけるのはね、やらない方がいいと思いますけど、これがもし入るようであれば、前回紹介した全強行の時のシオンの顔が出てて、もみあげパーツが出てる、こちらのマスクバージョンもね、再現できたという感じですけど、それが今回できないという感じですね。うん。これちょっと惜しい感じです。はい。で、あとこの状態でこいつを被せることも一応できるって感じですね。まあ、ちょっと合ってないので、やはりですね、こちらやるときには、謎男フェイスっていうかね、この黒いやつを使わなきゃいけないですよ。で、シオンの顔を使うときにはもう完璧にこちらのね、髪の毛パーツを使わなきゃいけないという、もう完全に縛りの状態になってますね。はい。一応こんな感じですよ。はい。で、これからね、とりあえず着せていく。プラス、今回台座をね、使って最終的に立たせたいと思いますんで、台座に関しましては支柱をここに差し込み、上のここのところに、こいつを差し込むことによって、これで、まあ台座が完成するわけですね。はい。まあ一応こんな感じで台座作りましたと。で、こちらのところにローブを着せていきますけど、特に手首パーツ外してどうのこうのっていうのは特にないですね。で、あと素体に関しましては、こちらファーストですね。以前紹介しましたキグナスヒョウが最終ブロンズ、あちらの方はセカンド素体でしたけど、これはね、ファースト素体になってますんで、肘の部分がちょっとね、変な感じになってますね。まあ今見るとちょっと違和感ある感じですね。はい。まあ一応こんな感じの素体パーツにこれを着せていきますよと。で、着せるときにはここのところがマジックテープになってますんで、バリバリっと開いてあげて、あとはささっと着せると。これに関しましては以前ね、紹介したことがあります。パンドラですね。あれと同じような感じでささっと着せることができるよと。ただ、素体がそこまでよろしくないのと、大きさですね。これもあんまり合ってませんので、かなりブカブカな感じですね。うん。やっぱり手をね、一応マックスまで下げてるんですけど、
ここからは出てくることはありませんね。はい。まあ、一応着せるとこんな感じですよと。そしてこの状態で首元のパーツをつけると。で、つけるのは後ろの部分をね、パカッと割ってとかそういうわけではありませんので、頭部を一度引っこ抜きます。そしてこれを上から被せまして、しっかりとグイッとね、被せます。もう完全に足開いちゃってますけど、一応こんな感じにし、頭部パーツをつけると。はい。まあ、こんな感じにすると首元のパーツをつけることができました。そして、この状態でまず行きたいのは後ろ髪パーツつけて、髪の毛パーツをつけたシオンの状態で行きたいと思います。で、この状態で後ろ髪つけてしまうと、こちらをね、ロザリーをつけることができませんので、まあ、とりあえずこの状態でロザリーを下げますと。そして、後ろ髪パーツをここのところに引っ掛けるように差し込みますよと。で、これがですね、毎度言っている通り、こちら C 型ジョイントみたいなやつですね。それになっておりますので、ちょっと保持力としては非常に不安定と。というのも、頭部側と首ジョイントのところにあるダブルボールですね。そこのところの中間の軸のところに C 型のやつでプチンと入れてるだけになってますんで、ちょっと引っ掛けるとね、外れてしまうのが非常に気になる、そういうものになっております。まあ、一応こんな感じです。そして髪の毛パーツをこうやってつけてあげると、こちらですね、まあ、とりあえず素顔の状態といいますか、こちらのシオンが出来上がると。で、この状態でローブをこう挟んでもいいんですけど、内側ですね。こちらのローブの中のところの素体に対して、こちらのね、支柱を組み合わせてあげた方が見栄えも良くなりますんでね。こちら中に入れるような感じにして、で、あと、内側のところでクリップパーツをギュッと閉じてあげて、本体を支えますと。そうすると、こういう風な感じでね、しっかりと台座で立たせることができるという感じになっております。まあ、これがとりあえず、ローブを着せて、シオンの顔パーツを出している状態というかね、この状態で再現することができると。ただこれで一つ言えることは、こう横を向けるとロザリオですね、これがピンと出てしまってるんで、形状としては非常に変だと。実際は重力に逆らってるんではなく、重力に従うんであればここの状態で下がらなきゃいけないんですけど、それができてないので非常に違和感ありますけどね。まあ一応こんな感じのパーツがありますんで、まあここまで作ることができましたよと。で、このまま引き続きこちらのパーツに変えたいと思いますけど、変えるときには、こちらですね。髪の毛パーツ外します。シオンの顔パーツを外し、後ろ髪はそのまんまでいいみたいです。で、こちらの黒い頭部パーツをここに差し込みまして、それでマスクパーツを被せますよと。はい。まあ、一応こんな感じにすると、まあ、よく見慣れたバージョンと言いますかね。こんな感じにすることができますよと。はい。一応これがパッケージにもあったやつですね。一応こんな形にすることもできます。はい。これがセイントクロスマイスの方の強行シオンとなります。で、前回組み立てたのがこちらですね。セイントクロスマイス EX の方の全強行。こうやって見ていただきますと、同じような形状のマスクなんですけど、その時の頭部の形っていうかね、それに合わせて大きさが違ってる。まあなんとなくね、大体似たような感じになってるけど、ここの角飾りっていうかね、こちらの開き方が、羽の、ね、内側が一応前面にね、見るようになってるのと、これ下向いちゃってるんでそういう違いがあったりとか、こちらのビーズパーツっていうかね、こちらは軟質素材で作られてますけど、こちらは本当のねワイヤーみたいなやつに通してる関係でちょっとね浮いてしまってる。これはボディの流れに合わせてちゃんと下がるように計算されてるんで見栄えが全然違うと。まあ当然ながらこっちの方がね新しいやつになってるんで非常にいい感じと。であと白いローブになってて、こっちは黒いローブということで、そういう見た目の違いもありますよと。あとはこちら、玉座がついてるんで、こんな感じで座った状態にできるっていうのも、また一つの魅力なのかなと。ただ、こちらに関しましては、台座ですね。これが、ゴールドセイント分、全部ついてきてるような感じになってるんで、自立が困難だったやつも、それをね、利用することによって、ちゃんと立たせられる、貴重なアイテムっちゃ貴重なアイテムなんだよね、と。贅沢を言うんだったら、こちらの白いローブがこっちにもあってほしかったし、こっちで一度出てるんであれば、こっちもね、黒いローブちょっとついててほしかったかなっていう気持ちはちょっとありますけど、まあ、両方ともね、立体化されただけ、良かったんじゃないかなと思いますからね。まあ、一応こんな感じですよと。こちらの強行シオンから、こちらね、全強行までの間ってかなり時間が空いてるんですけど、ある意味両方ともね、一般販売ではなく、キャンペーンだし、受注生産だっていうことで、ある意味奇跡的に立体化されたっていうね、そんな感じですけど、これはこれでなかなかいいんじゃないでしょうかね。はい。どちらか片方って言わずに、両方とも持ってれば、それでいいんじゃないかなと思えるね、そんな感じのアイテムとなっておりました。はい。ということで今回はですね、こちらのセイントクロスマイスの強行シオンですね、こちらの方を紹介していきました。はい。気になった方はね、ちょっとチェックしていただければと思います。ただこちらキャンペーン商品ということで、
一般店舗にね売ってるかっていうと多分売ってないと思いますんで、中古ショップとかでオークションで買うような形になると思います。ただですね、昔に比べて比較的値段は下がってんじゃないかなって思いますんでね、そこまでハードルは高くないと思いますんで、気になった方はちょっとね買っていただければと思います。はい、ということで次回ですね、次回は今月もやってまいりました年間投資の企画となっております仮面ライダー龍騎、または仮面ライダードラゴンナイト、こちらに登場するライダーまたはミラーモンスターですね、こちらの方の装着変身またはフィグマですね、これをちょっとやっていく8月編というふうになっておりますので、またですね今月も2つやっていきたいと思っております。はい、それではまた次回お会いしましょう。バーイ。